じゃあ撮りました。はい、はい、このスイッチの入り方毎回おかしいから。え、毎回おかしくない、おかしくない、完全におかしいですよこれ。おかしくないですよ。おかしくないですか。あ、9もらったら喋んないと。あ、今ちょっとズームにし、あ、ズームになってたからこれ。いい、もう一回じゃ決まって。いや、いいっすよ、いいっすよ。編集点作っちゃっても全然いいっすよ。いいっすよ、もう、はい、できるだけ。まだね、さすがにここが室内だから今はね、さすがに、はい、多分一回どっかでバキーンと明るくなるんで、今からプロ露出、プロカメラマン的な露出操作をしないといけないんで。はい、ですね。ここがね、テクを求められる。そうですね。で、ここはさすがにあれですね、今立体駐車場の中なんで、はい、わー、ここ今ね、明るいね。ですね。あとね、フォーカスもまだ分かってないんで、はい、そうですね、多分ここもしかしたらバッサリ、バッサリ行きましょう。バッサリかもしれない。いやいや、全然いいですよ、全然いいですよ、はい、これ暖気運転なんでね、はい、あの喉の暖気運転もいるんでね。これね、前回評判が非常に良かったんで、ですね、ですね、完全に味を占めて、はい、あのもうリベンジじゃないですよね。そうっすね、もうリベンジって言葉いらないですね。だからなんかね、そこね、サンフランシスコでもリベンジ狙ったんですけども、はいはいはい、一応成功率が上がってきた気がするので。ああ、そうですね、そうですね。そう、もう本当リベンジっていう必要性はなくなってはきたんだけど、そうですね、油断すると大体ミスるっていう。そうですね。そう、そのなんかもう調子に乗ると大体ミスるんで。まあそれ何でもですよ。で、仕事でもやっちゃうじゃないですか。そうなんですよね。もう何なんでしょうね、あのね。ね、で、気入れた瞬間に横から刺されるっていうね。そうそうそう。人生ってそういうもんですよね。ですね。だいたい痛い思いしますからね。痛い思いしますね、はい、その繰り返しですから ね、 ですね。何の話。いや、分かった。この会話にゴールはないです。この会話はないです、はい、よし、これでこっからですね、鬼の ND フィルターをですね、手動で変えて、はい、あ、変えてもまだ今 2.8 だとちょいあれですね、明るい、ね、ちょっとオーバーですか。ちょい下げようか。はいはいはい。さっき、まあ、F4 ぐらいがちょうどいいのかな、やっぱり。ああ、ですかね。日中だとそうかもしれないですね。はい、ちょっとドッカーンっていきます。はい、あの、バンプがあるんで。よし。もう一回。OK です。はい。ついでにこのタイミングでフォーカスをもらいます。駐車券。おい、これでいける気がする。はい。いい、いい。OK、出発。はい。じゃあ、改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、結局、南極、タイジさんに甘えて、はい、また迎えに来てもらうっていう。いえ。あの、行きも帰りも、そして前回も。全然気にしてないんで大丈夫です。で、それにもうだったらっていう、もう手ぐすね引いて、はい、だったらもうですね、コモドで、そうですね、ポッドキャスト撮るしかないっていう。そうですね、コモドでポッドキャストでもう完全に矛盾してますよね。でもこれ新たなあれですよ、チャレンジですねこれね。ムーブメントを作りたい。ポッドキャストの日の出は来るのかという、うん。はい、あのシネマティックポッドキャスト、これ本当にでももうあれでしょ、これに関しては、はい、あのし、ほら、今まで僕もシネマティック御用すぎる問題で、はいはいはい、まあ、いろいろシネマティックの本家の人に、本当にの人たちには、はい、違うだろうっていうご指摘を、はい、あのたびたびいただいてまいりましたが、シネマティックはそうじゃないんだよっていうね、うんうん、うん、これは言ってもいいんじゃないですか。そうですね、雰囲気は出せてるかなとは思いますね。そうですね、まあ、ちょっと長回しですけどね、はい、それはね、まあ、はい、何がシネマティックかっていうね。そうですね、問題ありますけど、まあそれは撮ってる人がシネマ、これはシネマティックだって言えばもう、そう、それ言い出したらもうね、何でもありですけど。そうですね、はいはい、じゃあ前回は、前回何でしたっけ、前回 VR の話です。メタバース、 VR の話をめっちゃしたんだ、はい、そうですそうです。あー、まああれ結構話し切っちゃったんで、僕ももう、そうですね、そこについては自分もそうですね、そう、まあ
いくつかフォローアップあるとすれば、はい、今回機内の中にメタクエストプロ持ってって、はいはいはい、飛行機の中でメタクエストプロで、うん、まあ、生活しようってやったんですけど、うん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 、まあ、あとちょっと、まあ、多分今日後半でゼルダの、はい、まあ、ネタバレは基本ない方向で、はい、ティアキン、ティアーズオブザキングダムの話になる気もしますけど、はい、ですねですね、まあ今旬な話ではあるんで、ね、旬ですか、ね、はい、だけどまあ、ティアキンやるかメタクエストプロやるかで、はい、ちょっと悩んだんですけど、ティアキン多分僕集中力持たないなと思って、ああその機内で、機内で、はいはいはい、10時間を片道10時間近いんで、はい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 、あれをねちょっとやり続けるのは結構疲れません、あれ、ああそうですね、結構ちょっとやっ、まあ10時間きついですね、うん、なんか僕結構疲れちゃうんで、うんうんうん、あのゼルダ難しいですよね、ちまちまやるとめっちゃ効率悪いから、やっぱある程度ドンってやんないと進まないけど、ね、3時間くらいかな、あー1回ね、うん、そうそうがちょうどいい気がしますね、でも実際そんな感じです、だから3.37とか4.6ぐらいの割合でゼルダと、まあ、メタクエストプロを機内でやって、うんうんうん、長い方がメタクエストプロの感じでやってきて、はい、往復やってきたんですけど、はいはいはい、まあ、行きはサンクチュアリっていうネットフリックスのドラマ見て、はいはいはい、帰りはネットフリックスの F1、 ああはいはいはい、なんかネットフリックスの F1 シリーズがめっちゃ面白い、見たことあります？いや自分見てないですね、あんま F1 見ない派ですか？そう、昔あのテレビでやってた時、あの昔流行ってた、ね、あのフジテレビでね、そうです、あれはなんかこう、あやってるなって言って時には見たりってはありましたけど、はいはいはい、なんかこう地上波だから見てたんだなってのは思いますね、うん、そうそう、でなんかちょっと露出が怖くなってきた、はい、僕はあのねマイクの位置がね離れてんじゃないかって今思っちゃった、全然平気、多分僕もこの距離だから、ね、多分ちょうどバランスいいぐらいだと思います、そう、あの F1 の F1 って結構間延びするじゃないですか、その1回レースをずっとリアルタイムで見てても、そうですね、同じとこぐるぐる回ってるから、そうですね、だから相当好きじゃないと、そうそうそうなんですよ、好きじゃないと、まあですかね、好きじゃないと楽しめないってわけじゃないんですけど、やっぱそこはちょっと難しいですよね、うんうん、今何週目なのみたいなね、そうそうそう、うん、でそれがなんかこうネットフリックスはそこがなんか賢くて、うん、はいはいはい、1シーズンを取り切って、はい、なんかそれをこのあの実話なんだけど、もうその次のシーズンまでの間に、はいはいはい、こうドラマ仕立てにストーリー立てて、シーズン全部通しての、はいはいはい、なんかまあ例えばあの僕が見てたやつだと、はい、今ってなんかシューマッハの息子がやってんですよ、なるほど、はいはい、僕らの時代シューマッハって言ったらもうすごかったじゃないですか、そうですね、うん、でシューマッハの息子がやってて、うんうん、じゃあ息子にフォーカスした回とかもあったりとかして、ああそういうなんかフォーカスさせていくんですね、そう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 、はいはいはい、でしかもシーズン通してるから、うんうん、その連続した結果とかもあって、うん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 、一応その完結するというか、あいいですねそれね、でそのなんかドラマ仕立ての、うんうんうん、あのレースのシーンなんかだからもうほんとハイライトだけで、はいはいはい、はい、ほぼカットカットカットで、あじゃあもう本当に舞台裏みたいなの盛り上がった瞬間だけ、これそうそうそう、クラッシュとか、あだからその抜くとか、そのストーリーに関係のあるとこだけつまんでるんですね、そうそうそう、はい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 、だからなんかそれがもう F1 好きのあの会社の同僚に教えてもらったんですけ ど、うんうん、好きな人でもやっぱりちょっとなんか間延びしちゃうところがあるのにはいはい、はい、もうあれはもうめちゃめちゃ面白いし、うんうんうん、なんかアメリカでも F1 人口がめっちゃ伸びたらしいんですよ、それのおかげで、そのコンテンツのおかげで、そのコンテンツ、なるほど、はいはいはい、で面白いからって言って、うんうんうん、一応それも機内用にダウンロードしといたんで、はいはい、今回見たら、うん、実際ね、なんか最初のうちはやっぱり久々 F1 見すぎて全然人も分かんないから、うん、どれを見ていいかっていうのも分からなかったんですけど、はいはいはい、その本当にシューマッハの息子とか出てくると、うん、ちょっと引っかかるじゃないですか、そうですね、なんか知らないですけど知ってる感じはしますもんね、ですよね、うん、でなんかシューマッハの息子ただあんまり今活躍できてないんですよ、あらそうなんですか、でまだ未だになんかあの、はい、ポイントを取ったことがないみたいな、あ、はいはいはい、でもうこれ以上取れなかったらクビになるみたいなところで最後ようやくポイント圏内なんか7位ぐらいに入るっていうのが去年のシーズンだったらしいんですけど、でもそれは盛り上がるな、そうで、その最後の
もう一周とかでもう本当手に汗握るじゃないですか。だからいつクラッシュしてもおかしくないから。でしかもラスト一周でもう一個順位上げようとして結構攻めるんですよ。ああなるほど。でもうそこでスピンギリギリになるところとかをこうすっごい綺麗に撮ってて、でうわーと思って、あのもうなんか機内で本当声上げそうになって、おーみたいな。頑張れみたいな。めっちゃ盛り上がって、あのお客さんって言われるやつですね。そうそうそう。っていうのを、まあ、やって、だからメタクエストプロをまあ半分以上見てたんですけど、はいはい、あのねピコ4、その前ピコ4でやったんですけど、はいはいはい、あの機内での体験だけ言ったらピコ4の方が断然いい。よかった、断然いい、はい、メタクエストプロはそもそも持ち運ぶのに気使うっていうか、そうですね、うん、あのでかいし、なんかコントローラーとかも重いし、そうですね、ちっちゃいんですけどコントローラー自身、そうですね、そうですね、でなんか多分ピコ4ってあんまりそのなんかメタバースがとか、あのなんかプロダクティビティがとか考えずに、うんうん、純粋に VR でなんか動画コンテンツ楽しめればいいやぐらいな、はい、結構割り切って作ってるところがある気がするんですよ、うまく、ピコ4が、ピコ4の、あ、はいはい、なんかそのカジュアルに楽しめればいいや、だからなんかそんなにそのあのモーショントラッキングとかも平気軽く切ったりできるじゃないですか。あ、はいはいはい、機内が動いてても、うん、あの全然こうメニューは動かないとか簡単にできるんだけど、はい、それいいっすね。そうそう、最初ねメタクエストプロはあの動かすともうメニューがどん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 飛行機のスピードで動いていっちゃうから、それでめっちゃ酔いそうになって、それは大変、うん、で結局ねそれはなんとか抑え込めるんですけど、はい、あのコントローラーが、うん、あのメタクエストプロのコントローラーってめっちゃ精度が高くて優秀なんですけど、はい、コントローラーにカメラがついてて、そうです、あ、何個ついて、結構ついてますよね、そうそうそう、ちっちゃいのが、でコントローラー自身がカメラで位置認識するじゃないですか、そうですね、でも機内で真っ暗にされちゃうと、うん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 、あのコントローラーがそもそもトラッキングができないんですよ、はい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 、であのヘッドマウントは固定できても、うん、なんかコントローラーのトラッキングがおかしくなっちゃって、うん、なんかずっと映画見てる間、はい、ポインターが右から左に流れていくっていうか、わかりますわかります、なんか暴れてるんですよね、そうそうそう、うん、あの機内の動きに合わせて、うんうん、なんか右から左にどん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 ポインター動いてて、はい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 、なんか目障りだったりして、いやそれ結構鬱陶しいですね、だからなんかあんまこれ使えないなと思って、つい最近なんかですかね、ザッカーバーグさんが、はいはい、車内で、はい、車の中でこう、あ、そうそう、ね、使ってみたみたいなのありますけど、うん、いやいやもっと速いの乗ってよって思いました、ね、そう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 、自動車じゃないよもうって、本当に、うん、あのまあでも、うん、その利用方法をまあそうですね、うん、検討してくれてるのはでかいですけど、はい、それはでかいですね、うん、それでやってあダメだってなるのか、あここのセンサーオフにすればいいんだとかっていう、そうそうそう、なんか逆にこうね乗り物に乗ってる時用のモードがあると助かりますよね。いいですよね。はい。まだそれやるんだと思うんですけど。そうですね。そこは多分ソフトウェアのチューニングで多分ある程度はいけるのかなとは思うんで、そこは期待したいですよね。ただやっぱりヘッドマウントディスプレイを機内で使うっていうこと自身は、うんはい、僕はすごい推奨したい。いや、いいと思いますよ。なんつうの、その本当に機内疲れが軽減する気がするんですよ、うんうん、やっぱ狭い空間にずっと座ってる感じを、うんうん、なんか和らげてくれる、いや分かります分かります、はい、そうですよね、やっぱ自分も例えば家のデスクで使ってたりする時もやっぱデスクの周りって物があったり、うんうん、後ろに例えばじゃあ壁があったりとかっていう比較的狭い空間で使うことも多いので、うん、そういう時に無限の空間というかがあるとやっぱ楽だなと思いますよね、たまにぶつかっちゃいますけど、うんうん、それはまあ慣れなんで、ね、うん、いや本当だからまあなんか機内ちょうど見てたら、でもなんかザッカーバーグの、はい、もうなんかめっちゃ、うん、あのメタバースに投資しすぎて大失敗だみたいな、あの最近こうネガティブニュースが多いですね、すごい来るけど、多いですね、いやもう本当頑張ってそこに負けないでって心の中でずっと思ってました、いやもうそうです、あのなんかその風評被害というか、その、まあ、風評被害じゃないとは思うんですけど、なんかこうイメージ先行、なんかもうちょっと面白がられちゃってますよね、そうそう、ここまで来ると、ね、あのメタバースやーやーみたいなね、うん、いやそれはやめてとは僕も思いますけど、なんか前田いろんな人と話をしてて、まあ、AI の、まあ、結構専門なにやってる人たちとも話す機会があって、でメタバースもその人は好きでですね、
いやでもこれ今 AI が盛り上がっちゃってるからねっていう話になってて、この間ちょっと話多分したと思うんですけど、やっぱり AI の技術だったりメタバースの技術だったりっていうのは最後は一つに集まるだろうっていうのが、まあ鳥さんも自分も同じ考えだとは思うんで、その人もそういう考えではあったんですね。でその時にちょっと AI が早く来ちゃって盛り上がっちゃってるから順番が逆になっただけだってその人は言ってましたね。その人がの見てる視点からでは。なんか僕は最近思ったのは、はい、まあ、その観点も全然同意できるし、うんうん、あの AI の方が、うん、まあ、なんかちょっとキャッチーにうまくいけたから。そうなんですよね。多くの人に認知されてるけど、そうです、そうです。 VR 来てないっていうよりは、はい、その本当にあの VR チャットとかにいる人たちも本当にむしろ進んでるじゃない。そうです、そうです。なんか単にその世の中の認知度の先行度は違うけど、テクニカルななんかこう進捗度具合というか、 VR の方がもうなんか成熟感は、うんうん、むしろその実用度に近づいてきてるから。そうです。なんかやっぱりそこに追加のハードウェアが必要ない、うん、あの AI の場合は、うん、その例えばこう GPU を新しくしましょうとかって程度なので、うん、やっぱりスマートフォンで できちゃう、うん、で持ってるパソコンでできちゃう、本当にパソコンでできちゃうじゃないですか。なのでやっぱそこは間口は広いですよね。 AI の方が断然やっぱ新しいハードウェアを買わないでいいって言ったら、まあこうやって言ったらあれですけど、聞いてその日に始めれるじゃないですか、うんうんうん、とりあえずはやっぱそこはでかいなとは思う。多分そこの違いなだけかなとは思いますね。でもその盛り上がってる人もその、はい、なんていうんですか、その VR のコンテンツを楽しむ人と、うん、はい、VR の世界を作る人っていうその中な、うんうん、作る側とクリエイターと、クリエイターとその、はい、なんていうユーザーといた時に、はい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 、AI 系もやっぱり今クリエイターというかその AI の研究に近い人たちがめっちゃ盛り上がってるけど、うんうん、そうですね。その使う側の人って実は意外と限られてるっていうか、そうですそうですそうです。その触ってみたけどわかんねえっていうね。とかめっちゃ、もちろんそのめちゃその画像生成にハマってる人たち一定数いるけど、はい、それって VR でめっちゃもう夜な夜な VR チャット入ってる人いるのと、うん、はい、同じようななんかニッチなそうですね、コミュニティっていう感じで、そうですね、あの人類総自動生成してるわけじゃないじゃないですか。そうですね、はい、だからなんか実用度の点で言うと別に負けず劣らずだから、うん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 、あとはなんかみんなが簡単にいいって思えるものが絶対正解じゃないというか、むしろ逆のことが多いじゃないですか。だいたいその最初にって言われたものの方が、うんうんうん、後でひっくり返るから、うん、そういう意味ではなんか VR はその匂いを感じるっていうか、そうですね、その僕らがワクワクしてるやつが、うん、絶対こう後でみんな気づいてくれるみたいな、うんうんうん、そうですね。あ、ちょうど今高速道路に乗ったんで説明をしておきますと、はい、私今日は台車です。急にね話しますが、はい、ETC すらついてない台車なので、だからね、そう今こっちの車線に来たんです、ね、そうで、これ今日軽自動車なんで、はい、めちゃくちゃうるさいと思います。いやでも前回のあれを見るとどこまでしと思ってないですか。ない。どっから乗りました。羽田から、はい、なんか前回の見るともう車内の音全く拾ってなかったんで、そうですね、そうですね、ありがとうございます。今回もいけてる気がします。前回なんかちょっとダヴィンチ の、はいはいはい、あの音声分離 20% ちょっと車内だからと思って 25% ぐらいいつもより強めにかけたんですけど、はい、むしろもうやりすぎたなと。前回はね確かにちょっと本当にポッドキャストになってた、まあそれいいんですけど、それ完全にアフレコボイスでした。そうですね。で今回はちょっと今乗ってる車が軽自動車っていうのもあるので、だいぶ音入ってるなとは思いますね、うん、前のと比べるとタイヤも違いますし、確かに、あとはどうですかね、パワーもやっぱないんで、うん、あれ前のやつは 3500cc ぐらいあるんで、はいはい、これ 660cc じゃないですか、うん、もう5倍ぐらい馬力が違うんで。はい、あでもなんか快適は快適、快適です、はい、意外と日本の軽自動車も侮れないですからね。ちょっと跳ねるのは、うん、なので今回ご了承ください、はい、でも多分ね大丈夫、手ぶれ補正めっちゃこれ効いてるですね、なんでそれは多分前よりはちょっと
車で運転してる中は出てると思いますが、はい、っていう車の説明でした。はい。で、まあそんなことなんで、はい、またヘッドマウントの話で 1時間終わってしまいそうになるん で、 そうです、まあ、とりあえずメタクエストプロはまだちょっと、そうですね、今はですね、はい、飛行機だったり車だったり例えば新幹線だったりっていうところで使うにはちょっと違うなって感じですね。まあ、使えなくはなかったですけど、ね。でもまあちょっと大変と、はい。まあそれだったらピコ4で全然いいんじゃないのっていう感じですよ、ね。そうですね。の方がむしろ快適。なんかピコ4の方が雑にカバンに入れて、あ、まあ確かに。なんかタオルにくるんで雑にカバンに入れて、そうですね。ザッてつけてやってみたいな。そうですね。なんかもうなんだったら綺麗な T シャツにくるんじゃって、適当にカバンの中にビュンって入れるぐらいでいいですもんね。なんかあの専用の今回ケース純正のケース。ありますね、入れてんですけど、はいはいはい、もうあれのせいでカバン1個増えちゃったから、そうですね、あれでかいですもんね、あれ結構ね手荷物が増えちゃって、そうですね、でもあれすごい良さそうですけどね、まああの運ぶにはいいですけどね、うんうんうん、やっぱあれはなんかこうもう家である程度据え置きでやる、だから、はいはいはい、結局デスクトップ PC とラップトップ PC みたいな感じで、はい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 、なんか使い分けは必要なのかなと思ってね、でじゃあまあちょっとポッドキャスト、ポッドキャストの、VR の話はそんなもんで、はい、ティアキンの話しますか。あ、しますか、しますか。はい。ていうか、タイさん手出さないって言ってたじゃん。我慢できるわけないじゃないですか。いや、手を出したら、やばいなとは思ってたんです。っていうのも、前回の、ブレス・オブ・ザ・ワイルドも、はい、ずっとやってたんで。あの何 100% クリア勢ですか。ね、さすがにあのコログでしたっけ、はい、あれは鬱陶しいんでやってないですけど、はい、一応やった記憶はありますね、その祠とか、はい、タワーとかあるじゃないですか、うん、あれは全部回った記憶がありますね。どのくらいやったんですか前回って。いやもう最初の2ヶ月、3ヶ月、最初の2ヶ月は狂ったようにやってたんですよ。うん、本当に仕事が終わって、うん、家帰ってきたらもうすぐテレビの電源入れてみたいなのでやってて、うん、で、3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。あとはでもさ、そうですね。そっからはちょいちょいって感じですけどね。なんか、毎日やることはなくなりましたけど、うん、でもそれぐらいやってた記憶はある。あとDLC が出たんですよ。あ、そうなんですね。はい。ベレス・オブ・ザ・ワイルドの時は。はい。それも買ってやってましたね。なんかそういえば、帰り機内でやった時に、あれ、どのタイミングでチェック入るのかわかんないですけど、はいはいはい。今時、スイッチもあれですね、ネットワークでライセンスを認証しないと、起動できないタイミングがあって、はい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 。なんかそのためだけに機内 Wi-Fi を繋がなきゃいけなくて、えらい苦労しましたけど。そうかそうか、うん。今はやめてくれよと思うんですけどね。機内モードとかにして、はい、一時的にライセンスチェックごまスキップしてくれないかなと思ったら、うん、もう一度そのモードに入ったら、なんかもう頑固なんですよ。まあ、任天堂っぽいっすね。絶対に認証しないとダメみたいなんで、必死にスイッチの中で、はい、ウェブ認証とかしないといけなくて、ああ、そうかそうか、そうそう、あれはちょっとめんどくさいですね。えらい大変な思いしましたけど、うん、でもそれなんとかやってたんですけど、じゃあ僕ブレス・オブ・ザ・ワイルドは、はい、なんかあれ4体ぐらい神獣みたいなのいますか。いますいます、はい、います。あれの、はい、2体目の2体目あったダメ、いや途中やん。2体目を倒したか、はい、倒せずに諦めたかぐらいなところで、はい、止まってます。2体目ってことは多分なんだっけ、ゴロンか、炎の魔人みたいなやつですね、多分かな。多分ね、あれがね、確か記憶ちょっと記憶定かじゃないですけど、最初お魚のところに行くはずなんです。ああそれやった気がする。そうで、その後にゴロンの、火山に行くはずなんですよ、でその火山の敵がボスが確か一番厄介なんですね、あれ。あ、そうなんですね。リンクの育ち具合と、持ってる手数と、はい、その、火の化身が、の魔人が、確か火の魔人の方が結構強いんですよ、攻撃力が。
なのでそこで苦戦を一回みんなするっていうのは、じゃあ挫折、典型的な挫折ポイント。そうです。で、そこで例えばあのハートのかけらを集めてくるとか、まあ、うん、そういうのにこう迂回ルートに入っていくんですけど、みんなね、うんうん、そこが辛抱たまらんって人はやめちゃうとかっていうのはよくある感じですね。自分もそこで苦戦した記憶はあるんで。なるほどね。そっからあの次が鳥かな、あの鳥のところに行って、最後あのゲルドの民族のところに行ったような気がする。ちょっとそこは逆だったらあれですけど、うん、なんかそんな流れだった記憶はあるんですけど。そうっすよね。 でもなんかあのゲーム自体はそこまで難しくなかった。あのそのボス難しかったのは確かにそれで挫折した、うん、多分それで挫折したんだと思うんですよ、はいはいはい、だけどなんかまあゲーム自身は別に攻略サイトとかもそんなに見ずに、はいはいはい、あの普通に進めてた記憶があったんですけど、うんうんうん、あのティアーズオブザキングダム、略してティアキンは、はい、もうなんかもう攻略サイト見なければ何もできないみたいなてか一回見ちゃったからもうあれかな、なんかもうなんか見ないとダメな体になっちゃうっていうか、もう一度すぐ頼っちゃう。そう、はい、あの忍耐が効かなくなるんですよ、ね、はい、一回見ちゃうと、まあ、まあそうっすよね。自分もこの間買って、今まだ買ったばっかりっていうのもありますけど、うん、自分はまだ見てないですね。おー、はい、でも、ですかね、まあこれ本当の序盤なんで、はい、ちょっと話しちゃっても大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、今回のストーリーの話の流れとしては、うん、前作のBOW、ブレスオブザワイルドの世界の、どう言えばいいんですかね、空島って言えばいいんですか、あれ、はい、なんか上空に島ができるんですよね、うん、でそこからまあ冒険が始まってはいくんですけど、以前の島に降りていくじゃないですか、うん、以前のフィールドに、うん、降りてすぐ速攻を城に攻めに行きましたからね、はい、あれが前作の最終地点みたいな。そうです、あそこが、もう最終決戦したところですね。そうなんですね、はい、なので前作だとあそこに行くにはすごく大変なんですよ、うん、というのもあのガーディアンっていう、強い敵がすごい量うようよいるんですね、うん、前作だと、うん、なのであの無防備な状態で行くともう近寄れないっていうエリアだったんですね、うん、なんですけど今回は上空から襲撃じゃないですね、訪問ができるので、うん、あのいきなり行っちゃって、あのまあよくゼルダとかドラクエでもあるお城の宝物をとりあえず漁るっていう、うん、盗賊みたいなプレイしてましたけど。あ、行けちゃうんだ。そうですね、そういうプレイもあるので、やっぱそのどう言えばいいんですかね、オープンワールドのゲームなんで、うん、攻略方法はいくらでもあるっていう。いやー、すごいっすよね。すごいですね。なんででも物語が波状はしてないので、そこで例えばなんか強いアイテムを手に入れたとしても、うん、やっぱり一過性のもんなんですね、うん、まあゼルダの今回のゲーム、まあ、前回に引き続き武器って使ってたら壊れちゃうじゃないですか、うんうんうん、盾もずっと使ってたらバキーンって壊れちゃいますし、うんうん、なのでそこら辺うまく作ってるなと思います、うん、それがずっと使える武器だとずっと強いままになるじゃないですか、うんうん、リンク自体、はいはいはい、なんですけど壊れちゃうってことで、ある一定の時間を経ったらまたその時の、まあ、またそれを取りに行ってもいいんですけど、うん、強い武器を、うん、でもわざわざ戻るのめんどくさい、で手元にある武器でどうにかしちゃうっていうので、最初ちょっとブーストかけれるけどっていうのは、あれはうまく作って、武器壊れるっていうのはうまく作ってるなって思いますよね。だからその多分全体としてのゲームバランスを、そうです、そのシナリオとかの進捗でコントロールできないから、うん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 、そういう仕組みとしての、そうですね、世界観を作ることで、はい、バランスコントロール、そうですね、だからレベルデザインというか、ユーザーのその一個一個の行動はもう全部はもう想定できないじゃないですか想定できないですよね。だっていきなりあのお城に攻めに行くのはやめてくれって思いますもんね作ってる側からしたらそうそう、普通だったらねそうだから多分そこの観点でそのユーザーの行動を想定して一個一個潰してっても、うん、もうキリがないから、だからある程度寛容に、いいよやっちゃって、でも武器壊れるけどねみたいな、賢いな、うん、あれはそうですね。だから結構ゲームしててもすぐ武器壊れちゃうんで、やっぱりその辺の
ね、敵から拾ってきた武器だったり、まあ、どっかで拾ってきた武器とか宝箱から見つけてきた武器っていうのを結局使わざるを得ないんで、でもそこはうまくやってますね。で僕もその攻略サイト見ちゃったせいで、はい、あの序盤で結構、はい、まあ、これ、まあ、ちょっと前半の序盤の序盤の方なんでネタバレある程度寛容していただきたいんですけど、そうですね、そうですね、そのハイラルの盾っていう、はい、比較的なんか後半出てくる強い盾みたいなのが、はい、今回あの意外と序盤で取ろうと思えば取れちゃうんですよ、はい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 、でなんかそれのなんか生き方みたいなやつを見ちゃったんですけど、はい、そしたらハイラルの盾は防御力90ぐらいあって、うん、今すごい救急車がそうですね、ちょっと急に真後ろにいるんで、はいはい、ちょっと一回やるかもしれない、そうですね、先行かせちゃいました、はい、いらっしゃい、はい、そう、ハイラルの盾はなんか意外と序盤で簡単に手に入る場所さえ分かってればっていうので、場所だけ見つけちゃったから取ったんですけど、はい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 、あの防御力もめっちゃ高いし、はい、耐久力も高いから、はい、これはあの前半の進行がすごい楽になるからおすすめだぜって言って、うんうんうん、手に入れて、はい、あの大抵でサーフィンできるじゃないですかできます、ね、読めるでしょ、もう読めました、はい、で盾サーフィンできるからっつってハイラルの盾でサーフィンしまくってたら、はい、ゴリゴリ削れる、めっちゃ耐久力削っちゃってて、はい、もったいなくてその後使えなくなっちゃったっていう、そういきなり散財してるじゃないですかあ、これ削られるんだと思って、そうですよ、そうですよ、いやなんかサーフィン盾サーフィンした方がいいよみたいにおすすめしてくるから、まあまあまあ、ジョーはやっちゃおうかなみたいなそれは消耗していい盾でやるんですよあの木の盾みたいなやつ、鍋の蓋みたいなやつで、もうなんか初めてのスノーボードなのにもうバートンの板ゲットしたみたいなそうですわけも分からず使っちゃうみたいな、わけも分からず使って岩場にカリ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 みたいなあの知ってる人からしたらもうちょっと丁寧に扱ってってやつ、ね、そうやったみたいな感じになっちゃって、はい、やっちゃったと思いましたけど、まあでもそう結局盾もでも結構両手の武器とか使うと盾使えなかったりして、そうっすね、だから自分は逆に両手剣とかは使わないですね、あの例えばいいのが手に入ったとしてもあまり両手剣はこあの置いてっちゃうことが多いです、あそうとにかく片手剣と槍でやってましたね、いや結構戦闘ももう死にまくるから、もうあんな死にゲーだったっけと思って、いや今回敵強いですよ、今回エルデンリングじゃんって思ったら本当に結構ネット上で、はい、なんかティアキンはエルデンリングだったみたいに書かれてて、はい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 、あよかった僕だけじゃなくてって思ったんですけど、うん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 、結構死にゲーですよね、いやですね、あのゴブリンにボッコボコされるんで、そう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 、うえーって思いますもんね、あれゴブリンの一撃が結構そうあのありますよね、痛いんですよねで痛いし、なんかどっかのところでなんかあのフルアーマーみたいなの出てきません、フルアーマーゴブリンみたいな、うん、出てくるあのうろうろしてるやつで、うん、全然こっちの攻撃通んねえじゃんみたいな、あと盾硬いしね、あそうそうです、なんか全体的に今回 あの出てくる敵は強いなぁとは思いましたね、うん、強いっす、うん、まあでもそれがなんか何いいとするか悪いとするかはまあそれぞれだとは思うんで、自分はあのちょっとなんかいきなりハードモードみたいなの楽しいですけどね、うん、逆にもうゴブリン逃げちゃうみたいな、うんうんうん、怖いから逃げちゃうとかっていうのもよくやってましたけど、僕なんかあんまりもうあの敵と戦ってないっす、ああでもそれ正解じゃないですか、あれって敵と戦ってもそんなに大したもん出てこないし、はい、まあそのどうですかね、生成用アイテムがポロンとドロップするぐらいですよ ね, ですよね、でもあのお金落とすわけでもないですし、経験値上がるわけでもないし、そであのゼルダは経験値って概念ないんでね、あれってなんか敵倒すメリット別にだから倒さなくてもいいメリットが多いですよね、いいですね、でもあの素材をもらうにはやっぱ倒さないといけないんで、ね、その辺ですかね、あの僕あの素材系のゲーム苦手なんですよねあれもまたこうなんか趣味が分かれるところで、はい、めんどくさいんですよ、飯作ってそう飯作って効果つけて食って元気みたいなね、あれ大さんいるなんか凝る派でしょ、ちま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 やってますよ、やる派でしょ、はい、もう僕あのもう
飯とかも全部適当だから飯は適当っすよそれは現実と一緒なんで肉だけ焼いたらいいんだよ、ね、そうもうなんか組み合わせとかめんどくさいからだいたい2種類ずつぐらいでセットにしてそう適当にやってとりあえずうん、失敗した飯にならなければいいやあそうですもう肉焼いてりゃリンクも喜ぶだろみたいなそう栄養めちゃくちゃ偏った食事になってますけどねうちのリンクは、うん、まあやっぱそこはそんなにあれなんですかそう筋肉弁当ばっかり食わしてますんでまあでもそこはまあねそうですけどでもやっぱりいろんな例えば武器を改造したりとか今回できるじゃないですか、うんはいはい、あれは結構楽しくやってますねうん、武器がねだから武器も結構適当運用しちゃってて、はいはいはい、戦わないからあんまりああはい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 むしろ弓矢は結構使いたいんだけど矢がなくなりがちっていう問題があってあ矢は自分は結構もうドカンと買ってますあ買うんですね買います馬宿とかに何かこう行商のあんちゃんがいるじゃないですかあいつからドサッと買ったりしてますねいや弓重要ですよねそうですね結構やっぱり弓矢は大事だと思うんで、そこはもう切らさないようにしてますねだからちょっとねこのなんかもうちょっといや言ったって普通のアベレージで見たらゲームはまあ、前治さんとかにはもうなんでヘナチョコだなんかヘッポコゲーマーと言われてますけど、はいはいはい、でもまあ普通に世界アベレージで見たら、はい、やっぱそれなりにゲームはできる方だと思ってたんですけど、はいはいはい、結構攻略サイト見ないと手も足も出ない感じがちょっとね今そうですねでもなんか前作は自分にとってはやっぱり甘かったんですねなんとなく味付けが、うん、でやっぱりこれは任天堂がこうみんなが楽しめるように作ったゲームだもんねって思いながらやってたんです、うん、そのちっちゃい子供から、うん、まあできる楽しめるっていう味付けになってるんだなっていうのでやってましたけど今回の結構お子さん大変だなって思うんですよねあそうちっちゃい子とかもやっぱ楽しみにしてるじゃないですか、うん、新しいゼルダ出るってなったら、はい、多分まあ意外と子供の方が順応はしちゃうんだとは思うんですけど、うん、多分大変だろうなとは思ってやってますけどねいやだからあれしなんていうかそのシナリオあんまり気づかずに、うんうんうん、もう本当にひたすらワールド楽しんでて気づいたらちょっと進んでいくっていうやり方が子供はできるじゃないですか、ね、ああですね時間を忘れてねうん時間という最大の武器を持ってるそうですねそうですねそれがどっちに転ぶかはすごい難しいなと思ってそうです今日は ETC ないんでこっちですそっかそっかそうですそうですなんか途中のところのなんか神殿とかも僕今1個は神殿クリアしてはいはい僕自分はまだそこまで行ってないですけどねいや2個目行くんですけど、はい、もうその1個目の神殿のところとかも、はい、ここの入り口絶対攻略サイトなきゃ分かんないでしょみたいなあそんなんなんですねなんかその楽しみにやろうそれはそうどうやって見つけんのこれみんなみたいな感じはは普通だったらそのちょっとこうそっちに誘導するヒントみたいなあるじゃないですか、うん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 、なんか全然ないみたいな感じになってて、まあでもなんとなくそこはゼルダの伝説の謎解き要素が強くなってるのは、うん、僕は歓迎ですかね、うん、どっちかっていうとですね、うん、まあ多分自分がそこに直面すると分かるかこんなもんって多分言うんでしょうけどまあでも行けた時の達成感なんですか、ね、なんかそれはあれかなと思います昔の Nintendo 64で出た時の、時のオカリナとムジュラの仮面の違い、はいはい、あれもそんな感じだったんですよムジュラの仮面の方がやっぱ癖は強かったんでなんかそんな感じはなんか思いますけどね確かに Nintendo の160はいゼルダ作ってる人たちも だいぶ謎資質強い気がするいやですねでもなんか楽しんだと思いますよそのゼルダ作ってるぜってそれってねマリオ作ってるゼルダ作ってるってもう大花形じゃないですかしかもゼルダは本当になんか神になってる感じありますよねその世界をそうですね本当にあれもメタバースみたいな感じです一つのもうなんだろう
まあその世界を作ってますからね。そうマルチバースですよね、うん、違う世界、現実とは違う新たな世界。そうですね、うん、本当に世界観あるから楽しいですよね、うん、なんか中でいろんな人の話を聞くとこのグラフィックがあっていう人もいますけど、まあちょっと話変わりますけどね、うんうん、そのグラフィックがちょっと劣ってるよねっていうのを、うん、まあでもそれはスイッチだもんって思うんで、でも全然気にならないです自分あれ。僕も実は全然気にならない。まあ、前さん結構そうですね、まあ、前さんその道のプロだから、そうですね、やっぱここしょぼいなってやっぱ思う人もいるとは思うんですけど、うんうん、やっぱなんかでも世界観はバッチリ出てるなとは思うんで、うんうんうん、あのまあそれをさらに綺麗になるんだったら なったら多分喜ぶんですよ、それは、うんまあね、それそれで、そうそう、はい、なんですけど、いやあれでも全然楽しめてますね、うん、なんかそのグラフィックスのあれがこう、なんていうんですかね、しょぼさをこう、はい、全く気にさせないゲーム作りはやっぱり任天堂うまいですね。うまいですね、もう絶妙は、うん、そのアートワークからして絶妙、そうですよね、うん、いろんなこうですけど細かいディティールとかも、うん、なんかすごい絶妙に作ってますよねあれは、本当にすごいなと思う。だから僕もただまあ僕スイッチの本体のところでやってるから、はい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 、で僕機内の中で、あ機内というかそのちょいちょいその休憩してる時に、うんうんうん、あのゲームキャプチャーで、はい、今時のキャプチャーカードで、はい、その画面 PC がパススルーじゃなくて、だいたいキャプチャーカードってその、はい、PC にキャプチャーした画面前に出しつつ、うんうんうん、パススルーで HDMI 出してもう一個のディスプレイに出して、はいはいはい、そっちは遅延なしでゲームできるようにって、うん、ありますよね、はいはいはい、だけどそうじゃなくて、うん、キャプチャーしてる画面の PC の画面で、はい、遅延が少ないキャプチャーカードも少なからずあるから、はいはい、それの最新情報を調べて、昔自分で一回調べて、あ何年か前のなんかベストは自分の中であったんですけど、はい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 、今時どうなってるかなと思って、うんうん、ちょいちょい調べてたんですけど、はい、あのできればあの PC の画面につないでキャプチャーしつつその画面でやりたいかなってちょっと今、うん、あの13インチのちょうどそれこそ今タイさんもなんかラップトップ探してるって話をネットしてましたけど、はい、僕今の13インチのあのROG Z13 っていう、はい、かっちょいいやつですね、あの、はい、サーフェイスみたいなやつが、はい、あのゲーミングサーフェイスみたいなやつめっちゃ気に入ってるんで、はい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 、あれにキャプチャーさして、はい、あ、いいですね、あそこに画面にして、うん、でしかも配信できれば、うん、なんかそれゼンさんに言われて確かにと思って、ゼルダはなんかゲーム配信してみんなでこう攻略していく、そう攻略していくとかコメントもらって助けてもらうっていうのはすごいいいプレイの仕方だなと。あれそれデスストでわしやったな。ああ、それいいっすよね。僕のね、僕のね、そうそうそう、あれもすごい良かったから、はい、僕のデスストしてるのをそっちじゃねえよーって、タイさん見てもらってっていう、そうそうそう、それの、そう、あ、それがやりやすいゲームだなって、確かに。10年ぶりぐらいに通行券取りますよ。確かに。確かに。はい。すげえ久しぶり、通行券なんて。あの声久しぶりに聞いたな。なんかもう今回1週間だけアメリカ帰ってて、サンフランシスコ帰ってて、はい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 、一瞬車乗ったんですけど、はいはいはい、無事スープラ動いたんで一発で動いてましたね、うん、全然問題なかったです、ね、何なんだろうと思って。あれすごいっすよね。であのベイブリッジっていう橋があるんですよ、有料の、はい、あの出るとき、サンフランシスコから市内から市外に出るときはタダなんだけど、はいはいはい、帰ってくるときはお金が取られる。あ、有料なんですね。有料なんですけど、うん、で有料のゲートが、まあ、もう何年も前から基本無人、ほぼ無人になってて、うん、で向こうの ETF ファストトラックっていう、あの日本でいう ETC みたいなやつがあって、はい、それがあったんですけど、はい、なんか今回行ってみたら、うん、あのもう完全な無人になって、あもうじゃあファストでファストトラックなかったら、うんうん、ナンバープレート撮影して、はい、で後でなんかメールで請求するみたいな。おお、いいですね。そう、だから結局あろうがなかろうが請求はするよ、請求するから、うん、なんかあれシステムすげえなと思って。すごいですね。まあ日本もそうなっていくんでしょうね。まあ確かにね、車検してナンバープレートがあれば、そうですね、その所有者の住所とか全部分かってるはずだから、そうです、そうです、はい、あのシステム的にはできるはずだから。そうですね。あとはそのいわゆる道路公団の、まあもう道路公団とは言わないですけど、ネクスコさんのね、
従業員がどうするかですけどね。あとそういうなんかシステムとして API で簡単に作れないと、あの手作業では無理だからきっとそうっすね、そこら辺のシステム化のうまさはあるのかもしれないですね。そうですね、うんうん、でもなんかそれでやれるっていうので、そうですね、なんか完全に人いなくなってました、ね、いいですね。まあでもちょっとまあね、そのゼルダの話からちょっと話それますけど、今中国すごいっすよ、そういう意味では。おう、監視カメラがしこたまあるんですよ、はいはい、中国国内に、はい、良くも悪くも、はい、そのおかげで窃盗がなくなったんです。置き引きとか、うん、窃盗とか、あと交通違反がなくなったんですよ。あ、何、じゃあもう治安むしろいいんですか。むしろ全然いいです今。中国で例えばですけど、昔はちょっと渋滞してたりしたらブーブーってこうクラクション鳴らしてたりとか、うん、あとは2車線なのに謎の3車線目ができてたりするんですよ、もうみんな我先にだったり、うん、あとは、赤信号無視して行ったりとか、うん、もう来てないから行っちゃえみたいな人たちも全然いたんですけど、今もう交通違反した瞬間にショートメール飛んでくるんですよ、で、あの罰金払ってねっつって、でしかもそれが向こうでいうペイペイみたいなチフーバオっていうのがあるんですけど、うん、チフーバオでその場で払えるんですよ。そうだから、そういった意味では中国もめちゃくちゃ発展してます。今めちゃくちゃ治安いいです。あ、そうなんだ。はい、だからあの昔はこうオープンテラスみたいなところで、例えば iPhone をポーンって置いといたら、まあ速攻取られてたんですけど、今一晩放置してても誰も取んないんですよ。なんか結局そのなんていうんですか、その世の中のそういうところを良くするのって、うん、なんか仕組みにでかいですよね。そうです、あのお天道様が見てるじゃダメなんですよ、うん、やっぱり、まあ、その意識は大事だと思うんですよ。そういうことで悪いことしないっていうマインドは大事だと思うんですけど、でもやるやつはやるじゃないですか、うん、なんでそこで仕組みを完全に作っちゃって、で悪いことしたやつには罰金逮捕とかってやるっていう風に今してるんで、ものすごくクリーンになってます今中国だから、本当にすごいですよね。それなんか、うん、いやなんか僕も自分の全然さらに話飛ぶけど、はい、その自分の仕事の話とかでも、はい、僕がもうそのフレームワークっていうのを作るんです、あのがなんですか、そうソフトウェアの、はい、なんかこう UI のフレームワークを作ってるんですけど、はいはい、結局フレームワークで、例えばメモリー、あまり使い、いっぱい使ってほしくないから、はいはいはい、こうフレームワークである程度こうか、そういうの操作できないようにみたいに仕組みを作っていくんだけど、はい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 、やっぱりなんか、やりきれないところはあるじゃないですか。うん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 、そのやりすぎちゃうと自由度が減っちゃうから。はいはいはい、だからここはまあ、じゃあ、あの、いいですかみたいな、あのシステムとしては自由度を残すけど、うんうん、あのアプリ開発する人は、うん、ちゃんとここ守ってねみたいなとか、ガイドラインを作るとか、 CPU の使用率とかも、うんうん、あのガチガチにやっちゃうとパフォーマンス出せないから、はいはいはい、まあ、あのみんなちゃんと性善説で、はいはい、きちんと CPU とか GPU とかみんなリソースは有限だから、うん、守ってねって、無茶しないでね、無茶しないでねっていうやつは、はい、大体もうコントロール効かなくてですよね。抜け穴見つけて、そう、抜け穴見つけて、やったねやったねですもんね。いくら言っても、うん、なんか知らんがなって使う人出てきちゃうからそうですよね、使えるんだったら使わせろよみたいなね。そうでもガチガチ縛ると、うん、まあそれはそれでなんか、あの味気ないというかね、面白いものできなくなっちゃうから、そこがすっごい難しいなと思うんですけど。そうですね。でもなんか最後の最後やっぱりあの性善説というか、うん、もう何ていう仕組みじゃないルールで、うん、あの縛ろうとしても、はい、絶対にコントロールは効かないなっていうの、ね、それを今ちょっとその話で思い出してしまいました。まあ今はそういう感じっていうのがありますね。面白い。それはそれでまあ一等星だから、もう明日からそれやるわって言ったらもうそれでスタートしちゃうんで、それはすごいなって思いますよね。でもだから結局それができるインフラがちゃんとあるってことですよね。そう、インフラもちゃんとあるし、その技術もやるってなった瞬間に、うん、だってもう例えば駐車違反、日本でですよ、うん、日本で駐車違反だったり速度違反になったらせいぜいコンビニ支払いですよ、うん、自分はその違反そっか最近したことないんで分かんないですけど、もしくはあの銀行とかで払うかもしれないですけど、いやそれもペイペイで払わしてよと思うんですよね、うん、
まあその罪を犯した人間を便利にさせるのかっていうのはありますけど、でもそれとこれとはちょっと別じゃんっていうのは自分はあるんで、まあ結局でも本当分かりますよ、あのアメリカもスピード違反とかすぐなんかオンラインで払ってくださいみたいなですよね、来るけど、うんうん、結局だって払わない、あの やりたいのは交通違反を減らしたいわけで、そうですそうです、別に罰金を取るわけじゃないんですからね、あれね、だけどそのシステムを簡略化してどんどんやれることによってするによって、うん、結局罰金取られる側はでもそれ嬉しくないから、うんうんうん、あの防ごうとするわけじゃないですか、そうですね、うん、まあそこら辺難しいけど、難しいけどそこは便利になってくれた方がいいのかなとは思いますね、うん、なんかそこは便利さの使い方がのうまさが重要ですよね、そうですね、やっぱその辺は中国ってすごくうまいんだなって思います、うん、あのまあだから一等星でやるぞこれやるぞってなったらその方向に向かってみんなが考えるんで、うん、そのいやそれは違うと思うっていうのはないんで、うん、そうそこの横やりは入ってこないんで、でもそれはみんな同じ方向いたら日本の10倍ぐらいの人間が同じ方向いたらそりゃ早いよねって思いますよね、それちょっとまあだからまあどれが正しいはないけど、ああそうですそうです、はい、そういう方法、うん、そういう世界もあるっていうね、そういう世界と全部がもうフラットにつながっちゃったから、うん、その早い動きのする世界の人たちに絶対合わせないと勝負はできなくなっちゃってるんで、そうなんですよね、その難しいっすよね、そこは難しい、すごい社会派な話になってきたけど、全然なんかゲームの話しようぜみたいな勢いだったら真逆の方向にその話は転んでいってますけど、いやまあそれが楽しいところですよね、そうですね、まああの脱線に脱線したらそれも本線ですから、確かにいいこと言った、これポッドキャストの鉄則みたいな、そうですそうです、そうです、もうそれよくある話なんでね、確かにね、そんなにそのシナリオを作って話してても、それこそプロの人じゃなかったら、ね、あのそれが聞きたいんだったらあのどうぞあの NHK を見てあげてください確かに、はい、確かにリハーサル3回やって同じことを撮るんでね、あそこはあれはそれすごいっすよね、はい、あのもう僕らってタイさんを勝手に巻き込んでるんだけど、ね、いや一緒一緒あのリハーサルしてとかやるともう絶対同じこと言えないっすもん、ね、言えないで、むしろ1回喋っちゃったらもうそのネタ言えなくなる、そう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 、あので人笑い、例えば、まあ、電気ウォーカーでなんか1回面白い話バーンってするじゃないですか、1回ちょっとそこで受けたら、うん、もうその話終わっちゃうんで、ですよ、ね、もう次同じエネルギーで笑えないんで、分かる分かる、うん、それは言え違うね、そうですね、まあてかうちので電気ウォーカーだとそもそも今日何の話するって教えてくれないんで、あでもうちもそうですよバックスペースも、はい、まあ誰が教えるとかないですけど、はい、誰もそんな打ち合わせをしないんで、あ勢いだけでやってますけど、そうですよね、うちももうあれ今日何の話すんのみたいな、いや大事に教えてないけどみたいな、だろうねでもなんかポッドキャスターあるある話になると、そのさっきもそうだったけど、はい、あのそういう流れもあるから、うん、下手に話しちゃって盛り上がっちゃうと、はい、後でその話をもう一回できなくなっちゃうから、そうなんですよ、ね、あのカメラを回るまで、そう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 、あまり当たり障りのないことしか話さないっていう、ちょっとそわ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 するんですよね今もそうだったもんね、あこれちょっと後で話そうか、そうそうそう、これ後で話した方がいいからこの話やめときましょうかみたいな、じゃあジュース買うみたいな変に予想してやる、そう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 何なんでしょう、それはね分かります、もう全く一緒ですうちも、うん、なんか変な進化を遂げてますよね美味しいとか取っとくっていう、ね、本当あっという間にこれ、いやこれ今日助かったな、いやもうもういや、はい、さすがにタイさんに迎えに来てっていうのは心苦しいなと思って、はい、今回はもうあの空港から荷物をトランクだけは少なくとも横須賀に送りつけて、はい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 、で電車で帰ろうかなと思ってたんですけど、はい、もうあのなんか機内にちょうど行った時に、はい、ここちょうど今仕事がうまくいったんで、はい、行けますって言った時に思わずもう、うん、やったって純粋に思ってしまう、それもあって、まあ、ちょっと今日ね、今日日曜日か、うん、日曜日ですけどちょっとも簡単な仕事やってたんで、もうあとはいいやってとこまでもう全部やっちゃって、もうあとは現場に置いてきました、いやもう
当に申し訳ないです。あと電源切ればいいからっつって。はい、いや、はい、まあ、全然いい、全然いい、全然いい、それは。バックスペースメンバー全員大地さんに依存しすぎる。はい、いやでもそう、それもうそろそろついちゃうあれですけど、はいはいはい、まあ、最初の話に戻っちゃいますけど、はい、その1個気づいた、やっぱり今週1週間、はい、サンフランシスコに戻ってましたけど、気がついた、あれ、VR チャット、うん、やっぱできないっすね、時差強いっすね、もう、うん、今ここで西海岸に住んでるチームを作りましょう。いやほんとね、うん、それ作んないと、うん、いやこれ VR 部問題ですよ、僕一人、そうですよ、一人寂しいですもんね、それはね、なんだろう、必要以上の孤独感を感じるっていうか。あ、本当ですか。あ、みんな中で遊んでるのに、うん、あれ大体こっちの例えばピーク帯って11時とかじゃないですか、はい、ドリさんそっちで、あ、みんな遊んでるなって思うのは何時ぐらいなんですか。なんかね、朝8時、7時、8時ぐらい、ぐらいざっくり7時、8時ぐらいだから、はい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 、なんか入ろうと思えば別にその仕事前に入るみたいできなく、理屈上できなくないんだけど、はい、いや気持ち的にはできないですね、まあ、できないですよね、できないですよ、寝起きのテンションも違うし、うんうん、あとなんかそのよし今日も一日終わったって感じが結構楽しいんだけど、ああ、そうですね、そっから仕事しようって結構辛いなと思ってメンタル的にも、そうですね、こう静かにねガーンと最後盛り上げて終わるのか、そう、今からいやエンジンかけないといけねえんだよみたいな時にそれは辛いですよね。そうだから結構何回かね試みようと思ったんですけど、あ、ちょこれ無理だなと思って、そうですね、だからもうそれは西海岸チームもうPSM とかそんな言わないんで、とにかくこの動画のコメントに、確かに、VR チャットやってる人、西海岸の人、はい、まあ、西海岸とは縛らないですけど、うん、もうじゃんじゃんコメント欲しいっすね、確かに、ね、やってますやってますって、そこでチーム作って、でなんか週末とかでもうお互いちょっともう混ざってね、そう、夜更かししてもいいよみたいな時に、お互いね、うん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 、やるとかね、そうですね、だからもう本当に、まあ、今やってなくても VR チャット、まあ、Windows のコンピューターがあったらできるんで、うん、もちろんその VR ゴーグルあった方が楽しいですけど、なくても Windows のパソコン持ってるっていうんだったらそれでできちゃうんで、PC モードというかデスクトップモードかできるんで、それはやってほしいですよね。なんかね、本当、うん、いやこんだけインターネットも進化して、はい、で VR も言って VR とか AI も進化して、はい、もうなんかできないことないんじゃないかぐらいな、そうですね、本当にメタバースで、うんうん、仮想現実で生きてくるけるんじゃないかぐらいになっても、うん、所詮時差は超えられなかったなっていうところで、だから誰が地球丸く作ったんだよって怒ってたじゃないですか。本当それよ、はい、こうかな、いやね、ですね、なんでもあっとそこ、ここは揺れますよ、はい、なのでそれはちょっとね、僕もちょっと怖かったんで、うん、注意しては見てたんですけど、そこはもう今回この動画ここまで見てくれた人はもう VR チャット大募集ですよね。本当です、うん、まあ、大地さん言われてましたもんね、僕が逆にサンフランシスコに完全に戻ると、はい、きっと VR 少しこう一緒にこうやってやるのが難しくなるっていうのをもう見越してたから、うんうんうん、それまでの間に逆にもうやれる限りやり尽くしちゃえみたいな。そうですね、だからもうね、恐ろしい量やってたじゃないですか、うんうん、人も何勧誘じゃないですけど、うん、やるなら一緒にやろうぜやろうぜってやってたんで、でもね、それのおかげで僕いいなと思ったのは、うん、逆にその僕とかがいなくても、うん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 、もうみんな十分そこで楽しみ方を作ってる、うん、そうそうそうっていうのは大事ですよね。多分はい、お願いします。今ちょい料金所です。はい。初期のね、僕と大地さんが基本2人で、はい、まあ入っててプラス何人かがちょろちょろ、うん、そうですね、来るっていう時が最初の一番最初ですよね。1、2週間そんな感じだったじゃないですか、はいはい、ぐらいで僕がサンフランシスコ戻ってたら、はい、多分もうあんまり人集まんなくて、しぼんじゃってたっす、ね、うん、しぼんじゃったんですよね、はい、でもなんかこうしぼまないぐらいまで膨らませたっていうこと自身は、うん、僕の中でもこれは左かな、これをね左です、ね、左です。ここからなびります。じゃあ、はい、ここからモアツで、そうですね、じゃあ
僕があのさもうこんなあれ些細なあれですけどハングリータイガーを、はい、行ったことあります？いやないと思うんですね。じゃあ初ハングリータイガーをちょっとタイさんにご馳走してた。あ、今日はチュールじゃない。はい、あのせめてものね、はい、なんかあれって神奈川なのかな横須賀なのかな、横須賀ではないけど、さっきも横浜に一瞬通りに行ってありましたね、はい、どっかにね看板ありましたね。そう、なんか子供の頃はあのそれこそ給料日とかそういうのでなんかごちそう行くぜみたいな時の行くのはうちはハングリータイガーでした。あ、そうだったんですね、うん、なんか今日ハングリータイガー行くかって言われるとめっちゃテンション上がる、家族かって、そう妹と二人でテンション上がってやったーみたいになってましたけど、だからあんまりもう店舗がなんか減ってってるっぽいですけど、ね、ああそうなんですね、うん、でもまあ残ってるんでねいいですよね。あれでしょ、静岡だとなんか爽やか、はい、でなんかネズミさんとかは埼玉だったんですけど、はい、万世、万世、うん、はい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 、肉の万世ですね、がなんかそう、あ、ここ無料になったんですよ、はい、肉の万世はあの秋葉原にありますよね、うん、はい、なんか万世だと肉とロブスターみたいな、あーなるほど、なんかあれがごちそうなんですね、ごちそうだったらしいです、うんうんうん、子供の頃の、まあ自分も広島なんであれちょっと違うんですけど超ドローカルになるんで、はい、あれやめときます。でもありますけど、もうそのお店がないです。あ、昔あったっていうのはね、はいはい、あのわかる人いるかな、サンフラワーって店があったんですよ、広島県民ですげえコアなとこしかわかんないですけどね。これね、でもコメントでわかる人がいたらちょっと嬉しいですけど、それ多分わし友達ですよ多分。年代的にも、年代的にも知ってる人、はい、そうですそうです、ですね。まあでもそういうところは大事ですよね。いやだからもう VR チャットのコミュニ、あ、そうコミュニティがある程度作れたのは良かったけど、うん、それは今回ある意味帰ったことによって気づけた、うん、なんか今回帰る時にそれはなんかちょっと自分の裏テーマっていうか、いや自分もそれはちょっとあの見てました、うん、どうなるかなって。あ、本当ですか。だから自分は忙しかったのもありますけど、うん、あんまわざと入ってなかったんですね。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあタイさんも 入れてなかったんだ。そう、でも動き何してんだろうって、みんなどうなるんだろう、例えば、うん、ドリさんと自分がいない時ってどうなるんだろうを見てたんですよ、うん、あ、確かにね、はい、でもしたら意外とみんな例えばそれぞれ楽しみ方を見つけてたんで、うん、ちょっと安心はしたんですよね。そうですよね、うん、本当そう思ったですね。まあかといって手放しにする気はないですけど、うん、まあ、一緒に遊びますけど、うん、でもなんか一つは大きな問題ではないな、でもやるべき課題はできたなって感じですかね、うん、うん、そうだからチーム西海岸ね、はい、絶賛募集中ですよ。でもなんか本当毎日集まって夜1時間とか2時間とか話してると、うんうん、なんかちょっと家族感出てくるんですよ。ああ、それはわかります。なんかその友達っていうのを超えて、そうですそうですそうです、距離近いですよね。そう、兄弟とか、うんうんうん、家族みたいな感じの、そうです、今日何してたみたいなね、うん、でなんかいや聞いてよみたいなのも全然ありますからね。そう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 、うん、だからなんかすごい寂しい感はあって、うん、あ、だからこれが自分の場合は VR ではなかったですけど、コーヒー、うちの電気屋ウォーカーのコーヒーとの出会いはこういう感じだったんですよ、うん、毎日バッカみたいに遊んでて、うん、で、あの、どうですかね、このラインで大丈夫です、こっち、はい、あ、こっちでもね、どっちでもで、あの毎日遊んでて、うん、なんやったら家族より全然毎日話してて、うん、っていうのを毎日毎日もう半年ぐらい、半年、1年以上か、うん、やっててっていうところだったんで、やっぱここで、うん、今例えばその今回のこの散財小説の視聴者、一視聴者かもしれないですけど、今見てる人たちはそこをあの入り込めるんで楽しいのかなと思いますね。ね、うん、まあ、それで VR チャットであのドリさんと、まあ、自分探してもらってもいいですし、探してそれで楽しいなってなったらBSM へようこそになるんですけど。ちゃんと宣伝してくれる。はい、確かに。まあそれは別に、いやそれは有料じゃんっていうのは別にそれは一個置いといてですね、それはもう本当に楽しかったらでいいんです、うん、なんですけど
めっちゃ宣伝してくれる。あざす。なんでまあそこはねあれですけど、まあ、まずは一緒に遊ぼうよ楽しもうよっていうのはあるんで、うん、これ本当にね、いや本当に思いますね。だからもうチーム西海岸待ってですよ。できるかな。いや作りましょうよ、ね、はい。やっぱりあと毎日やってるとそのなんだろう、なんかただチャットしてるはずなんだけど、うん、必然的になんか生産、みんなのなんかスキルアップがすごいじゃないですか。いやすごいです、そうです。なんか必然的に勉強会とかしちゃうじゃないですか。そうですそうです。やっぱりあのみんなに見せれるじゃないですか、うん、だから見て見てがでかいと思いますね。このね、うん、ここ今左米軍基地なんですけど、この次の信号右ですね。了解。もうこっからじゃあナビモードに入って、はい、まあそんな感じでもうあとはじゃあちょっとだらっとあれします。このね、この右です。これ今バスと一緒の右、はい、でそう横須賀中央という横須賀で一番の駅、開けてるけどもうすでに錆びれてるこら錆びれてる駅があります。あ、ここにトヨタがあるんだ。左に今トヨタがありますね。新型プリウスがいっぱい置いてある。マッキーのプリウス置いてありますね。結構新型プリウス走ってますよね。あれでもかっこいいっすよね。なんかね、うん、なんか最初の発表会から評判良かったけど、自分も結構好きですよね、うん、あれ。買うかって言われたらちょっと考えますけど、でも単純にこう車としてのデザインはなんかね、うん、かっこいいなって思います。うん、思います思います。なんか僕でも意外とあの前の尖ったあのエヴァンゲリオンのなんか足みたいなデザインのやつもあれはあれで好きでしたけど、はい、エヴァンゲリオン足なんか後ろから見るとすごい形してません、ね、はい、してますライトとかギザギザ、ね、あれはあれで面白かったんだけど、うん、そう、ここがまあ、はい、ここも来たな商店街、はい。本当はあれですよ、自分あのお揃いのスカジャンを買おうと思ってたんですけど、もう季節逃しましたね。あ、それはね、ちょっと今あの新たなプロジェクトをやろうとしてるんで、交互期待ですね。交互期待です。了解です。ちょっとね、あの楽しいやつや、時期シーズンに合わせてちょっと今動いてるんですね。新たな、もうここまでこの番組を今聞いてくれてたら、これ聞いてもね、そうです。全然大丈夫ですね。あれ来るんやって思うんでね。そう、うん、まあ多分ピーターさんあたりが反応するんでしょうね。名指し。そう。ここら辺本当で、この次の3つ目ぐらい信号右ですね。OK です。OK です。2つか3つ、これの次の次かな。うんうん。まさかのね、ドリドライブ、はい、1週間後、今回はあのデイタイムということで、そう、どっちでもね、やっぱね、この間雨のやつがエモかったですね。あれはエモかったですね。そう、ここ右ですね。ケース結果雨とかなんか夜とか、うんうんうん、なんか条件悪い方がエモくなりますね。エモくなりますね。なんかやっぱ明るいと記録っぽくなるのかなと思いますね。ぶっちゃけ GoPro 撮っても買わなくなっちゃうみたいな。ああ、そうですね、うん、スマホで撮っちゃう、 GoPro で撮っちゃうみたいなね。今度なんかタイミングがあればあれもしたいですけどね、首都高をぐるっと回ってもいいかなと思ってるんですよ。あー、いいっすね、夜の首都高とか。そうそうそう、この間は結局本当の首都高を通れてないじゃないですか、あの美味しいところ。確かに東京タワーも見れなかったし、レインボーブリッジも通れなかったんで、あそこら辺をこうぐるっと回ってなんかどっかに抜けていくっていうのもできたらいいなとは思ってますけどね。ジェンジさんの GTR とかに乗ってやるとかもやってみたいですか。あー、いいっすね、いいっすね。ジェンジさんの GTR だったらあれね、音もいいんで、そうそうそう、うん、楽しいですよね。音もなんか別撮りするくらいに。ああ、いいですね。一個カメラどっかに仕込んどいて、あ、はい、あのレコーダーをね仕込んどいて、そうそうそう、いいですね。それ楽しいかも。うん、それもね、日本にいる間にできる時にやっちゃいたいですよね。もうね、これが多分最後戻ってくる最後なんじゃないかな。なんかちょっと寂しくなりますよね。俺も本当、うんうんうん、なんか超すごい複雑な、なんかもう、うん、やっぱりサンフランシスコからこっちに戻ってくる寂しさめっちゃあるんですよ。はいはい、下手に1週間帰ってきちゃったから、そうっすね、そうっすね、すごいようやくなんか家に帰ってきた感もあって、うんうんうん、なんかね、あの普通の生活が戻る
のを一瞬感じたから、はい、あでまた戻んなきゃいけないっていうのの、うんうんうん、寂しさもあるけど、逆にこう横須賀というか日本に住むののこう、ね、結構定着しちゃった感もあるから、うんうんうん、これむずいね。ここはまあもう待つしかないですね、はい、あの歩行者さんもいるんでね、はい、ここはここばっかりはしょうがない。この片側一車線のこれさ、右矢印が出ないんですよ ね、 ですよね。だからもう最後に行くしかないんですよ。1台しか通れないそうなんですよ。であそこの、この線路のなんですけど、線路越えて、はいはいはい、左に P が今 あ、 そこにあれで入っちゃってください。もうまずいに OK で白い看板ですね。はい、白い看板です。はい、ここから入れる、行きますか。ここで僕はルフィの800円のガチャポンをやった。あ、ここでやったんですね。はい、ここでやりました。誰か看板ぶつけてるな。本当だ。ガチでガチ言ってます、はい。よいしょ。ここからはもう暗いんでね。はい。まあぼちぼち終わりですからね。まあ、そんな感じです。はい。あ、もう真っ暗になってるかも。はい。はい。ということで。はい。じゃあちょっと一応 ND フィルター可変にしたから一応。そうですね。ピュッとできるんです。変えれるんですけど。はい。あ、ここはね、あれなんですよ、ナンバープレートシステムになったんで、はい、これ台車なんでナンバープレート覚えてないんでね、逆にむずいっていうね。逆に剣くれって思うんですよ。確かに確かに。そうなんですよ。これね、上行っちゃってもいいと思います。ですよね、もうワンバイ上行っちゃいましょう、はい、K なんで、小回り効くんで。確かに。でもこれ本当、なんか乗り心地いいし、まあパワーはあるでしょうけど、まあパワーはもう超非力ですけどね、そこに関してはあれですけど、ですね、乗ってる分にはここ入れちゃおうかな。はい、ここでもいいです。あ、ここに K があるから K のとこ入れちゃいますわ、はい、これ K なんでね。せっかくなら K のとこに入れちゃいます。じゃあそんな感じで、はい、はい、次回もあると思うよ。あるかな あると思うよ。あるかな、はい、ちょっと交互期待で、交互期待です。はい、よければ高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、では止めます。ではでは、はい。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.